北海道ボールパーク F ビレッジは2023年3月に開業予定で、新球場は全体のおよそ7割まで工事が進んでいるということです。北広島市で開かれた説明会では、新球場や内部の施設などについて説明がありました。子どもの遊ぶ場所、楽しい。ただの野球をする場所、球場っていうだけではなくてね、みんなでおしゃべりをしたりする、そういうその場にしたいなと。市民説明会は15日も午後6時半から開催予定で、事前申し込みなしで参加できます。